こちら、この子たちね、まあ、ご覧の通り体小さいです、小さいという意味を持つレッサーという言葉をつけて、このルンルンですね、今こうやって美味しくね、リンゴもりもり食べてくれていますが、実はですね、結構好き嫌いの多いレッサーパンダでして、こうやってね、自分の好きなリンゴだと、こうやってね、もり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 食べてくれるんですけど、自分がですね、好きじゃないリンゴの時はですね、こんなに食べてくれないんですね。ちょっとこう、手でもって匂いを嗅いで、美味しくないとポイッとね、捨ててしまいます。本当にね、投げ捨てますね。ルンルンがポイしたリンゴは、この小豆がですね、全部食べてくれます。小豆はですね、何でも食べてくれるんですね。どんなリンゴでも美味しく食べてくれます。はい。